はい、どうも。あ、プレゼンの時間がやってきました。とうとう僕の番ですよ。よ、和田人。なんだその反応、なんだ。いけいけ、鼻毛。あ、ちょっと待て、ひどすぎだよ、それ。気になるな、お前のプレゼン。確かに。お前ちゃんとしたもの持ってきましたから。本当？はい、ちゃんと前振りして。まさか自分のあれでねえだろうな。あの、前歯とかじゃねえだろうな。そんなわけねえだろ。お前、このプレゼンに必要か。それは俺に必要なもんだな。加藤さん、今日だから。全キャップだろ。めちゃめちゃでもちゃんと突っ込んでるよ。初めての加藤や。今日加藤切れてるよ、いいよ。どんなやつなの？いきなりちゃう。何個あの全部で今回。今回3つですね。そうやってきたの。うん、で、まあ最初、うん、そうですね、まあ撮影の準備とかかな。あら、撮影に、まあなんか、そんなこと考えられない。考えてんのか、そんなこと。撮影の準備、いや、カメラとかではないですよ。うん、準備の時になんか必要だなって感じたものがあるってことですか？そうです。あの、撮影の時に、まあ、必要だなと思った時に使うものですね。なるほどね。なるほどね。考えてね、立ってるだけじゃないんだ。そりゃそうだろ。僕だって考えますよ。皆さん、なんだろう、収納ケースとか、ああ、ありそう。収納ケースではないですね。膝入れみたいな。まあ、入れるものではないですね。めちゃめちゃテキパキ動ける加藤の代わりのメンバー。いや、そんなわけねえだろ。そんな有能あるんだよ。お前どんだけ突っ込ませてんだよ、加藤の。お前結構勢いいよ。言ってるんですか、そんなもんな。勢いいよ。ちゃんと突っ込んでる。切れたわ、もう。お願いします。お前らね、もうね、何も分かってない。なになに、気になるわ。何も分かってないんだよ、もう。一個目いっちゃいます。はい、プリンターですね。プリンター？はい。いや、君たちさ、いちいちさ、プリントするときにコンビニ行ってません？ああ。連絡したくないですか？確かに。お前にそんなこと言われてしまう。いや、俺はもうね、覚えてるよ。本当に、なんかね、その雑務的なものをね、全部俺に押し付けてくるんだよ。あ、そっちの不満。そんなこともねえだろ。あの時間が無駄とかそういうのじゃなくて、単純に自分に振ってくる。そうだよ、当たり前だろ。だから、そのプリン、コンビニでプリントしてこいって言われて、チャリコみたいに考えてたんでしょ。そんなわけねえだろ。これスタジオになったら済むだろっていう。いくらだろ。こちら22,500円です。あ、そんなもん。まあ、なんか紙使う撮影は時は確かに便利かもね。でしょ。まあ、そんな頻繁にないしね。ないね。あと、肌にガスとか安上がりだ。俺もう一切行きませんもん。これ却下されたら僕はもう一切行きません。そんな言ってる感じもしないんだよ。そんな言ってないよね。毎回僕ですよみたいな感じだったけど。いや、まあでも言ってくれじゃないですか。僕はまあ行きませんけどね。いや、それはだってこうみんなこう作業があっていろいろやる中、なんか一人で立ってるから。お前立ってんだったらプリントしてこいって。お前とか一番悪いぞ。お前とかね、もう本当に何もやってないのに。あれ、お前やってるふりするの、こいつは。動いてるふりしてんだ。動いてるふりしてんだ。動いてるふりよ、こいつは。嘘は。加藤さん見抜いてるから。初めて知ったよ。知ってねえよ。加藤さん、他のメンバーはね、ちゃんとね、やってる中。お前なんか知らんふりして。加藤さん、棒立ちしてる中、ゾイタイのそういう行動をずっと分析してたわけだから。こっちとこっちの行き来みたいなことしかしてないと思う。そう、知ってるわ。知ってるわ。俺は悪いな、ゾイタイ。やっぱ意外と見てんだな、加藤。知ってるわ。ゾイタイが自腹で買えばいいんじゃない。なんでだよ。自腹か。確かにやってるふり。なんでだよ。で、こちらはちょっと色もね、3種類あるんですよ。ホワイト、まあこれブラック、ホワイト、レッドですね。レッド、これかっこよくないですか、この色。いや、バカだよ。黒だろう。黒っすか、これ。どれがいいの、ハトちゃんは。やっぱもう派手なの言ってましょう。派手なレッドでしょ。まあね、でも最近でも使ってないもんね。最近、まあでも最近はまだ使ってないですね。使うことがそんなにないし。そうよ、使うとしても1年で4000円ぐらいしか使わないでしょ、言うて。しかもね、もうもっと言うとね、プリンターなんてね、もうヤマダ電機とかでもう死ぬほど価格下がってるから。アマゾンで買うようなもんではない。そう、しかもプリンターってインクビジネスだから。なんでインクビジネスって。インクビジネスっていうのは本体は安いんだよ。ヤマダとかでも1万円切るときとかあるんだけど、インクが高いの。プリンターだけ買ってもインク買わないとさ、プリントできないから、インクの値段を高く設定して、そこで収益を図ろうとしてる。そのウォーターサーバーと一緒なんだよ。
だからその2万2000円出せばいいっていう問題でもないから、まあ、ちなみに今選択されてるのがプリンター本体のみですか俺は。あ、本体のみですね。うん、だから下にインクあるけど、インクあるけどそれ選ばない。そうだからインクをどんどん買わなきゃいけないっていうので、じゃインクもいっちゃいましょう。これインク標準セットでいくらありますインク。5000円プラス5000円。まあそんなもんですよ。まあだからそれ考えるとね、やっぱコンビニの10円からで50円、うん、っていうのは安いんじゃないかってやっぱ思っちゃうけどね。でもそれを毎回毎回やってると50円ってやっぱりね、いやそんなこの金額いっちゃいますよ。そんな毎回やってない、まあ、だって100円だったとしてもさ、100回に300回ぐらい分あるってことからね。多分キャットの中でこれはいけると思う。初手だからねこれも言うて。いやでもないな。いやなんかね、まあまあまあいける風の商品なんだよね、それはいけないんだよね、空気清浄機と一緒。ちょっと考えるんだよね、それは。それはちょっと考えるんだ、まあ、浅いな、まあ、いらないけどね、見てくりゃいいけどね。あと2回止まっちゃうのこれ。まあでもね、俺ねプリンター欲しいだったら常々思ってたから、うん、1個だったらまあありかなとも思う。うん、まあ、最悪、まあ正直僕プリンターのことあんま知らないんで、うん、これよりもっと安いのもあるんで、うん、とにかくプリンターを買えと。まあプリンターが欲しいですよね、うん、まあ円価は別に中華製でいいからね、うん、まあプリンターですね、うん、まあプリンターを買ってもいいよっていう人手を挙げてください。あれ、あー惜しいね。本当にお前惜しいと思ってんのか。いや惜しい、惜しかった、まあ、俺欲しいとは思ってたけどね、うん、確かにね俺も欲しいと思っても買わないぐらいいらないんだよ、ね、そう、みんなに提案しないぐらいいらなかった。単純頻度の問題なんだよ。そうだね、俺もナイスパイ。もうちょっと紙を使う機会が増えてきたら。いやまだいけるよ、買おうってなるの。まだいける。でもまあ次があるんでしょ。まあ僕もまあ使う頻度に関しては僕も思ってました。正直思ってました。じゃあはい、次二つ目ですね、はい、皆さん編集とかでストレス溜まってませんか？それはどういうことなんですか？もうね、癒しか、イギノとかドイタニとかね、僕に悪口がすごいんですよ、本当に。そんな言ってねえよ。言ってるね。言ってねえよ、もうお前ら陰口がすごい。本当に。何お前陰口知ってんだ。ストレスがもうね、本当に溜まってるよ、お前ら。いや、100個譲ってお前に何か言ってるとしても、俺は面と向かって全部言ってる。分かった、分かりました。何？はい、こちら。まさか何？一個目かよ、それ。ドイタニとかね、すぐ蹴ってくるしね。そんなことない。人をね、思いっきり蹴ってくるんですよ。そうなの、確かにドイタニはマジで蹴る。やばい。いろんな人蹴ってますよ、見てると。よくないよくない。こいつなんか1年ぐらいでちょっとそのトークの方をなんか成長しようとして盛り出したの。そうなの、ドイタニ。あとはそんな嘘とか。ねえねえ、知らなかった、マジで。もう一つ、僕は聞きました、安西くんから。まあ、須藤くん、西尾くんがね、うん、サンドバッグ欲しいと僕が聞いちゃったんですよ。だからもう、いや西尾がね、マジでやばいわ。須藤のこと本当に殴ってる。マジでもうね、人殴るぐらいだったらもうこちらサンドバッグ買いましょうと。いやいや、まあね、このグループね、もう暴力ひどすぎます。このグループやばすぎます。西尾も殴ってくれちゃう。全部の意見聞いたらやばいだろ、マジで。西尾も女殴りてえしかないし。いや、確かにね、一回ね、土井谷くんがね、ちょっと切れたことがあったんですよ、なんか。で、その時車の中だったんですけど、なんかここの窓ガラスをバン。やばい。いや、その時もね、これがあればね、こちらにぶつけられますから。あんなにして、にしても、それこれ車内だったから、一回帰って降りて、バンってやったんですよ。あんなことにやんなかったと思うんだよな、これはね、マジで。ちょっとさっきの、あの話に戻っちゃうんですけど、うん、まあそのね、ドイタニがね、まあ、切れて窓ガラスバンってやった、怒らせた相手はイーノなんですよ。で、まあイーノその頃ね、ごめんねがいなかった。家帰ってからね、もうイーノ謝れよって言ったら、イーノがドイタニにあのドラえもんのスタンプで。ごめんなさい。いやそしたらね、そしたらドイタニさんもわざわざ同じスタンプを買って、ドラえもんのスタンプ。お互いごめんねがいなかった。まあお互いね、お互い18とかだったから。いやそんなんじゃないから、私すぎてるわ。まあこれを欲しい人、まあ須藤と西尾じゃ主に、うん、ジム関連だからね、うん、だからそこが半分持つっていう案じゃないの、さすがに、うん、
いや、僕は違うと思いますよ。じゃあもう、じゃあもう、そんないらないか。オブ却下よ。はそこまで驚く。そんなびっくりしねえよ、お前。そんなもん。だって、須藤がこのさ、まあね、もう僕は耐えきれません。あれと一緒だもん、俺。いや、僕は耐えきれません。お前、殴られてねえから、そんな。殴られてるよ。いくらいくら21,700円。須藤のマジ3個目の商品だったら、ね。経費で1万は別に出してもいいけど。うん、まあ、こちら、ストレス解消もできるし、まあ、まあ、ボクシングやろうと思えばいけるんで、うん、まあなんかお前もなんかボクシングやりたいってことは、ボクシングジムに僕は通うんでいらないっすよ、うん、いやいや通わなくていいんじゃないですか。もう置いちゃいましょう。マジこのグループ生きりんかしらまあサンドバッグですね。結果は見えてるな。黙ろうか黙ろうか。それだ、復讐が半端ないんだよ。まあじゃあこちらのサンドバッグ欲しいっていう方手を挙げてください。おにしろ。ちょっと待って、あの一つ言っていいですか。今須藤があげたじゃん、めっちゃ圧かけられてる。もう怖くて怖くて最後もう声出ちゃってまあまあまあ、今じゃあ2勝、まあ、一応2勝。ちょっと待ってよ、まだでもう一人来たら終わりよ。まあまあでもってことは却下、まあ、却下っすね。惜しかったね。惜しい惜しい。ナイスファイトナイスファイト。まあでも言われたかお前ら、お前ら俺のバラ。まあでもギリギリね、その1本目もね、2人上がってて、2本目も2人上がってて、もう3本目は。じゃあもう僕はもう切れました。まあこの2人にはちょっと許しますけど、君たち、ストレス溜まって僕のこと殴ったり蹴ったりしたらもう許さない。はい、じゃあ3つ目ですよ。うんうん。まあ西尾さんもね言ってたんですけど、うんうん、まあここ、まあ、何もないじゃないですか、セキュリティも。まあ確かに、うん、カメラは一応ね買ったけどね、買ったけどね、無防備じゃないですか、うんうん、まあいざ来た時にね。そう、うん、でそういうやつらのために、うん、やっぱ必要なものがあるんですよ。おお、まあ、心強いものが。おー、それはいいね。スタンガン違います。まあ、誰にも分かりませんもん、これは君たちには分かりません。大丈夫死んだろ。一発目からそんなの大丈夫？大丈夫よ。一発目に全部なかったです。何ですか？何ですか？何教えてよ。見せて見せて。気になるわ。そんなすごいものがあるの？はい。何これ？ズームしてズームして。ズームして。不動明王じゃん。いや、くんねーだろ。どういうこと？どういうこと？バカー。なんで評価こんな多いの？すげえ、でも評価。すげえ、21個買ってる。どう見ようよ。なんか21個もアマゾンで買われてるってこと？で、こちらですね。まあ、そこの目の前に置いちゃおうと。いいじゃん。ビビらしたもんなって。いやいやいや、守護神みたいで。人いっぱい来るだろ。で、これにいたずらした人はもう不動明王にやられます。これでもワンチャン投げ銭で元取れる可能性あるから。700万は無理だわ。700万もすんの。レビュー見たいわ。史上最高ですか、うん、読んで。我が家の読んじゃった、ちょっと読んじゃった、ちょっと読んで。我が家の家の隣に住んでいるホッサンとは、何これ。長らく長らくいがみ合ってきました。顔見合わせればの知り合い。の知り合い。他のやつが読んだ方がいいだろこれ。私の見ていないところで我が家の家の庭にゴミを投げる始末。そこで我が家の庭にこの別荘を置いて、ま、それ目的じゃん。隣のおっさんを監視してもらう。お、これもうまさにこれや。確かに、うん、そうだ。でこいつどんな金持ちだ。したらどうなったの。したらどうなったの。効果、もう効果てきめんやって。でおっさんは家に庭に出てこなくなりました。だってほら、怖っ。その後の文章は、ちょっと待って、どういうことこれ。どうした。しかしから、しかしから、しかしから、しかし、しかし、しかし、昨日、おっさんの家の庭に全く同じ怖っ。真っ赤いな、怖っ。こちらを睨んでいるのを見つけて。ネタやろ、こんなの。ネタやろ。なぜか、身体の調子が悪く。いや、やばいね、これはやばいでしょ。お互い防衛費80万使いで打ち消し合っちゃったんでしょうか。星5のレビューがあります。手のひらサイズだと思い購入したところで700万出したの。ほんとに。こいつ、こいつおかしい。置く場所がないから。こいつ、手のひらサイズ。こいつ、びっくりしたんだろうな。
待って、あれ全部大喜利じゃないもん、大丈夫大きなサイズで700万こいつなんてなんか無理やり話してる無理やりしてるなんかこうやって入れるんだ全員嘘だよバス停に行こう、キスパの学校に行く時のカバンのストラップにいいと思ってた30人全員嘘だろこれもうくだらねえなもういいよそれはどこで見つけてきたマジでこれ腹立つわじゃあこちらのくどみをいやこれ欲しいな欲しいと思う方手挙げてくださいはい、ということで、飯野さんの全額支払いっていうことで。よっ。するすんだよ、ほんとに。なんでするやねん。いや、でも、惜しいよ、うん。全部惜しかった、全部、加藤にしては。確かに、ね。ほんとに思ってんだもん、うん、お前、それ。加藤にしては全部惜しかったと思う。まあ、加藤さんの、多分、根端的にこの不動明王前にも一つは決まってるって感じだったんでしょうけど。プリンターもう決めに行ったな。決めに行ったな。よく考えたら。もういいです。はい、そうです。もうプリンターで決まったと僕は思ってました。プリンター一郎だったもんな。プリンター一番やっちゃいけないよ、あれは。プリンターもう頭の片隅にちょっと入ってんだ、みんな。いや、でもちょっと大鳥としてのね、役目を果たしてんだよ、不動明王を出すっていうところで。もう、じゃあこれ初の、ナッシングじゃないですか。ああ、そっか。ナッシング、確かに。まあ、悔しいですね。まあね、頑張ったと思うよ。悔しいんだ。次行かしていこう、次。次あるか分かりませんけど、まあ、ありがとうございました。お通夜みたいな。不動明王なるだけにな。